主に使っていくのがこれですね、ライトキャロで、ここペグ止めしてて、でフリーで落としていく感じですね。まあこれによって根掛かり防げると思うんで、でハイドアップのスタッカーですね、つけてます。3インチかなこれ確か。基本的にキャストして流れに、まあ、乗せていくっていう、でまっすぐ引いて、なんかこう引っかかるかどうかぐらいっていう、まあ、全く釣れるかどうかわかんないですけどね。多分厳しい間違いなく厳しいんですけど、こうなんかね、ちょうど一日の中でも冬ってやっぱ食うタイミングってどっかであると思うんで、それとちょうどね巡り合わせたらいいかなぐらいな気楽な気持ちでね、あのやっていってます。まあ、こう真冬の釣りでもやっぱり今昼でね、一番こう気温が上がってくると水温も少しずつ上がってきて、活性も上がってくると思うんで、こういうテトラにいる小魚とかエビとか、そういうのを一時的にね、多分食いに来るタイミングっていうのがあるのかなというふうに思うんで、基本水は上から下に流れてるんで、上側にね投げてあげる感じでずっとドラフトする感じですね。今ねちょっと 1,2 時間ここずっと引っ張ってきたんですけれども、ライトキャロで残念ながらちょっと当たりなかったということで、いやちょっとまだね粘って釣れるのか、はたまたまだちょっと時期早々なのか分かんないですけどね、まあ、ちょっと一匹出なかったですけど、まあこれにめげずに頑張ってスモールマウス狙っていきたいと思ってますんで、またご視聴ください。最後まで見ていただきましてありがとうございました。トムでした。それではまた。